おはようございます。もかたろうです。ちょっと中心線消したい。中心線消したい。もかたろうの動画。ただいま朝の6時半になります。今回はですね、そろそろクリスマスが近づいてきましたね。皆さん、クリスマスはどうお過ごしでしょうか？ということでね、今回はちょっとクリスマスっぽいことをしたいなということで、今回こちらのアイテムをご用意させていただきました。はい、ということで初めはこちら、フロスターシート。はい、これは何かというと、開けてみるね。はい、いくよ、じゃじゃーん。はい、こんな感じ。1枚、2枚ね。これ雪のマークになっております。はい、続いてこちらもフロスターペーパー、スプレー用型紙、あ、スプレーって言っちゃった。はい、じゃあ開けていきましょうね。こちらも2枚入りですね。はい、1枚目のデザインはこんな感じ。クリスマスツリーだね。はい、2枚目のデザインがこんな感じ。これなんだこれちょっとズームしていい？これな、メリークリスマスって書いてあるね。プレゼント、あ、リースですね、これ。リースのデザインのペーパーになっております。はい、ということで、この4枚の紙を使って何をするかというと、はい、こちら、スノースプレーになります。このスプレーね、以上。プシューってね、まあスプレーだから、まあみんな一緒か。プシューってね、プシューってこの型紙をね、この型紙をこう置いて、このスプレーでプシューってやると、この模様が出るよっていう商品になっております。こちらはね。でね、今回使っていくスプレーがこのスノースプレーになっております。でね、これ後ろを見ると、こうビーンってね、これ。はい。ガラス窓専用のスノーパウダースプレーですって書いてありますね。でね、これとりあえずガラス窓にやってみよう。はい、じゃあね、ちょっと練習していくよ。こっち、お洗濯物映っちゃうから、すいませんね。これガラスね。これガラスだよ、これ。はい、じゃあここをやっていきましょう。これね、当て紙をポンつってね。はい、じゃあやっていくよ。30センチ離すって言ってたよ。え？ちょっと待って。え、何これ出ないんだけど。何これ。何これ。全然出ないんだけど、なんで？なんかカマキリの巣みたいになった。カマキリの巣みたいになった。なんでこれ出ないの？なんで？どういうことなんだよ、これは。よくわかんないぞ。原理がわかんない。テープを使おうって時に限ってテープないんだよね。実際そういうもんだよ。もうすごく悲しい。私は悲しいよ。テープを買った本人がいざ使おうって思った時にそこにテープがないんだから。でね、マスキングテープ持ってないんで、適当にやります。いつも通りのなるようになるってやつです。なんだかんだなるようになるってやつ。なんでいつもテープ使うって時にないんだろうね。何度も言いますが、買ったの私ですからね。はい、じゃあ行くよー。30センチ、ゴー！あ、これやばい。カーペットつく、これ。これ非常にやばい。くせえな、これ。これまだ開けないとダメだ。はい、じゃあ2ラウンドいくよ。あれ？これテレビかかっちゃったかな？はい、じゃあペロンするよ。あ、もうこれ大惨事だこれ。ああ、今世紀最大の大惨事。ああ、大惨事だこれ。これ見てこれ大惨事。いいんじゃないかな。はい、ということで今回はスノースプレーでパソコンケースをクリスマス仕様にしてみたという動画でした。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。あ、ちなみに次回 PC ケース塗装します。よろしくお願いします。